こんにちは、イモケン TVR40 イモケンです。それでは今日のゲストでございます、男前を連れてきました金子昇さんでございます。どうもこんにちは、金子昇です。いやどうもどうも来ていただいて、本当にノープランじゃないですか。そうや、すごいすごいですね。何が、俺めっちゃ不安でしたよ、この、 オファーを受けてこの 2,3 週間めっちゃ細かい質問すんねん。それはノープランでいいんですかとか、いろんなこと。いやいや、だって細かいこと聞いてたから。お前もなんか細かいやつになったんかな。いやいや違う、なんかほら、せっかくだからなんか持ってったらいいのかなって、こうネタ的にね。じゃあ歌を歌うとか、まあ歌歌えませんけどなんか、いや仮にの話ですよ。仮にな、うん、たら何にもなくていいって言うから、そう来てくれて。俺は逆に不安ですよ今日。いや俺さ、昇君とは松山千春さんの舞台でご一緒させてもらって、はいね、もちろん金子昇という男は知ってたんですけど、その時に、まあ、全国旅に回って、はい、そうですね、三浦雄太郎君が主演で、はい、そのまあ相手役で僕はちょっと主役だったので、まあ、その時に一緒に飲んだり、まあ、いろんなことがあって、でね、大手プロダクションに彼はいたんですけど、割とねバランス感覚いいというか、本当合わせ上手だよ。いやいや適当だよね。まあ、まあまあまあ、まあ、適当は適当ですけど、ね、それを分かって、とりあえず俺ほらこうが喋るやん、なんか適当に合わすねん。で半分ぐらい話聞いてないし。いやいや割とまあ大事なところは聞いてますよ。半分ぐらい聞かなくてもいいかなっていう、まあね、楽しい話は、はい、聞いてます。いやだから金子昇なんかぶらりと中継車でも見てるし、うわっぶらりと腹立つ、俺レギュラーやったのに今金子昇がやってるとか思いながらな見たりとかして、はい、金子昇はまあこの YouTube 始めた時に大手プロダクションやったから、はい、俺はもう声掛けなんか滅相もないと、このたまたま大手プロダクションやめたという情報を聞きつけてもしかしたらオファーしたら出てくれるかなぁ思って。いやいやもうその前の事務所にいようが今の事務所だろうが、いやいや長谷さんに呼ばれたら来ますよ。ほんまなんこういうところが調子いいやろ。いやいや本当に絶対見て、嘘っぽいやろこいつ。本当です本当です、舞台の時からずっとこういうから本当に一緒に呼ばれたらどんなことか言うねん。いや聞きたいねん俺、金子昇というのも下調べを大してしてないねん、はい、ごめんな、はい、この金子昇という人間に興味があって聞きたいだけなので、はいはい、もうほんとしょうもないこと聞くけど、とんでもないです。デビューは戦隊ものなの？デビューは戦隊ものじゃないです。ないの？はい。デビューは何なの？デビューは一応まあメジャーなところで言うと、うん、ドラマがデビュー作ではあるんですけど、うん、メジャーじゃないとこ教えて。その前で言うと何、まあ通行人とかあります。それはもうエキストラで、ね、まあ、だからまあ、デビューじゃないデビューじゃない、はい、うん、一応役をもらってお金をもらったのは、うん、少女漫画で仲良しだったかなっていう、うん、なんかあるあるある仲良し仲良しとか、なんかそういう類のリボンとか仲良しとか、うん、まあどっちか忘れたんですけど、うん、の、付録についてる付録についてるビデオ、うん、の魔王役が魔王、うん、じゃあなんか変な魔王メイクするの、まあ、それがですね、こんな話をしていいんですか？なんかそういう話を聞きたいわな。まあ、だからある少女が、うん、まあ、それ生身の少女が、うん、アニメのキャラクターと冒険をして、うん、いろんな旅に出て、うん、でいろんな問題を乗り越えて、うん、最後に起こった問題が魔王と戦うと、あなたと戦うね、うん、でその魔王役が僕で、うん、で僕をやっつけてちゃんちゃん、あよかったねっていう付録なんですね、うん、まあ、だから小学生とか幼稚園とか、まあ、そういう子たちがこう楽しむようなやつで、で魔王っていうから、おお魔王いいじゃんと思って、うん、なんかこう特殊メイクとかやってもらえるのかなとか CG とかかけてもらえるのかなと思って、うんうん、まあ、現場に入りました、うん、でまあ分かりやすく1日に入って、1日朝9時に現場に入って、スタジオだったんですけど、うん、入ってで、まあ、一応予定だとお昼過ぎぐらいに、撮影開始して 2,3 時間で撮り終わりでしょうって言われてたんですよ、うん、だから待てど待てどお昼過ぎても呼ばれない、うん、控室あってそこにずっといるんですけど、うん、夕方になっても呼ばれない、弁当も来ないからもうとりあえず自分でコンビニ行って、うん、飯食って、うん、でまた控室戻って、でたまにこうスタジオ行ったらまだやってるんですちゃんと、うん、女の子はで夜の9時になっても12時間経っても呼ばれない、うん、あれすいませんつって、今どうなってますか、じゃあなんか時間かかっててつって、あそうですかつって、で夜中のまた2時とか3時になってもまだ呼ばれないんですよ。その時にすでにもう18時間ぐらい経って、これはもういよいよこうもう
大変ちょっとどうなってるんだろうっつってまた下に降りてって、うん、すいませんどうなってますかって、あじゃあもうそろそろあの出番みたいだからあのメイクしましょうって、あメイクかと思ってって言ったら、あのまず真っ白のサテンの、うん、なんかもうテルテル坊主みたいな感じで、うん、あのこれが衣装です、はい、まあ白いマント、うん、けどなんかこう、はい、あのなんか加工するみたいな、あそうですか、うん、じゃあそれをこうやってこう着て着て、であとこれあのメイクとかどうしますか、髪型とかどうするんですかっつって、じゃあメイクさん呼びますねっつって、でお願いしますってメイクさんやってもらって、まあ髪は最後にやりますってメイクしたら、こうパカッてなんか化粧道具開けて、本当に絵の具のパレットあるじゃないですか、うん、美術ですから、うん、あれにこう絵の具とかをこう出していくんですよ、うん、筆で、うん、この人は俺の顔に筆で何やってんの、うん、これメイクこれでやるんですかっつったら、うん、はいこれでやりますっつって、本当にあのキッスみたいな、うん、あの要するに歌舞伎のあれみたいな感じ、キッスみたいな、うん、筆で描いて、うん、描いて、うん、ちょん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 つって、で白塗りになって、うん、以上ですみたいな、うん、おっ これですか、本当になんかキッスみたいな感じなんです、うんうん、けど絵の具なんです、うんうん、で夜中のそれも3時とか4時ぐらいで、うんうんうん、寝るに寝れなくなって、白のサテンで、うん、絵の具だから、うん、横にもなれないし、うんうん、眠くなって、けどもうすぐだから、まあ、ちょっと我慢しようと思ったら、そっからさらに6時間ぐらい経つんですよ、朝の7時、8時だからもう、そしたらもう朝の9時になって、うん、24時間24時間経って出番が来ましたっつって、うん、10分ぐらいで撮影終わってもらったギャラが2250円、それは金子昇のデビュー、その時はオーディプロ入ってないの？入ってないです。もう小さい事務所に。そこはちっちゃい事務所でしたね。細かい話をこれをしてもいいんですか？全然いいよ。北村和樹さんっていう今もうはいはい売れ売れのビッグネーム、はい、ビッグネーム、役者さんいるじゃないですか、うん、北村和樹さん、うんうん、が、もともとはいた事務所だったんです。ほうはなぜかというと、うん、北村和樹さんの実のお兄さんが、うん、そこの事務所の社長をやってたんですよ。ああ。で、その社長が、うん、僕が昼間あのアンティークショップでバイトをしてて、うん、で、夜、たまに手伝いで踊るクラブの、はいはい、そこはあの1階がカフェになってて、ピザとかカレー丼を出してとか、うんうん、で、そこで僕飯を作ってた、はいはい、で、そこにその社長が来てって、うん、で、うちにまあまあ探してるんですよ、事務所を、うん、って言ったら、うちに来ないかって言って、うん、で、こんなんいたんやで、まあ、大阪の人で、うん、たら北村和樹さんです。で、その時は売れてなかったんですけど、うん、けどまあすげえかっこよくて、うんうん、で、たまに V シネとかも出てたんで、三池さんの、あ、三池さんのな、はい、で、見てたら、あ、知ってますっつって、うん、これ、俺の弟やみたいな、うん、マジですかみたいな、うん、で、もういないんですかっつったら、今いない、今フリーでやってる、うん、だからたまに手伝ってるよっつって言って、うん、あ、そうですか、じゃあ、なんか僕もちょっと入れてくださいとお願いしますっつって、うん、はい、入っちゃう人で、最初にもらっていただいた仕事がそれだ、2250円、そっから始まりました。さあ、じゃあ今言ったら世の中的には金子昇はその戦隊もの、はい、何ジャーやったの？ガオレンジャーってやつですね。うちの息子が見てたんが何やったかな。うちの息子はその後やわ。え、息子さんおいくつですか？うちで、ね、まあ、全然、まあ、金子昇より後だから、今高校、ああ高校生だ、3年やったら、あ、じゃあちょっと後ですね。後やろ、はいはい、なんかもう最高わからなくて、新幹線とかなんか、いろんな特急じゃとかありますね。特急じゃってなんやねんみたいな。特急じゃですね。ガオレンジャーは何なの、もともとは。動物です。あ、そう、動物、ガオガオ動物です。僕ライオンでしたから。ライオン、赤赤いライオン。お、だから一番売れる筋のところやろ。そうそうそうです。はぁ、赤い、赤レンジャー、赤レンジャーですね。ほぉ、はい、それがデビューで人気出て。そうですね。いや、まあ、特に今その系譜つながってるけど、イケメンシリーズの男だね。そう、まあ、だからちょうど、僕の年の前の年が仮面ライダークーガっていうのがあって、うん、それが14年ぶりかな、うんうんうん、に仮面ライダーがもう一回復活するっつって、うんうん、で、始まったのが小田切丈さんが主役の仮面ライダー、仮面ライダー、はいはい、で、うん、いつもずっと続いてるんですけど、仮面ライダーがあって、で戦隊もの、僕戦隊ものが、うん、その時の戦隊のレッドが永井雅くん、永井雅くん、はいはいはい、はい、がまあその前の年、ああ前の年で、そっからなんかもう
久しぶり10何年ぶりの仮面ライダー復活とかあって、うん、で永井君とかもかっこいいし、なんかその先端も人気があって、うんうん、ふつふつとこうなんかヒーローブームが、あ、まだこう水面下だったんですよ、うん、けどふつふつと来てたんです、うん、もう沸騰する間際だったんですよ。の時に僕たちの先端が25周年記念で25周年記念、はい、うん、で仮面、僕たちと同期の仮面ライダーは要潤、うん、とかなんですよ。おー、でちなみにガオレンジャーの同期で言うと、一番、まあ一応一番売れたのは、うん、玉山哲二っていうのがいるんです。おー、玉山、うん、それなのに、あれそうですよ。あれは何、ブルーとかあれで、彼の話をまたちょっと後でしますけど彼は、6人目の選手なんです。あー、はい、後から増えてくる、後から増えてくる、うん、で、うん、一応レギュラーで5人のメンバーで決まってたのは、まあ僕がいて、うん、で、さらに今旬のメンバーがいるんですけど、うん、純烈ってご存知ですか？純烈、あれもなんとかレンジャーだって。純烈のリーダーがうちのブラックなんですよ。え、そうなんや。それでこの間純烈と飲みに行ったら俺も呼べって言うた。そのあれですね。あ、そうなんや。そうなんですよ。かー、そう。ちなみにその純烈の彼は暴れ発着ですからね。あ、暴れ発着なの。あいつ4代目暴れ発着なんですよ。子役からなんです。で、子役で売れて、うん、また泣かず飛ばずで会って、うん、で、うん、ガオレンジャーで売れて、うん、で、また泣かず飛ばずで会って、今度も3度目の大ブレイクです。今はもう紅白の歌手ですから。すごいな。すごいんですよ。ガオレンジャーすごいね。6番目の途中から入ってくるのが玉山哲二。玉山で、しかも、あの玉山くんは、うん、5人のレギュラーのオーディションにも来てたんですよ。で、落ちてんねや。落ちました、あいつ落ちたんですけど、うん、話だから、放送が決まって、まあ、撮影をやってって、うん、でなんかそのもう沸騰する間際のその戦隊ブームの中で、うんうん、うまい具合にその僕たちが来て、うん、うまい具合になんか何かがハマったんでしょうね、時代と、うんうん、やっぱりその奥様たちのヒーローみたいな感じで、うんうん、そのなんてワイドショーなんかの中出て、で割と人気が出て、うんうん、で6人目が出るかもしれないっていうプロデューサー陣が話があって、うんうん、6人目が出るっつって、うん、でその6人目が出るちょっと布石なんですけど、うん、その物語の中で敵役がいるんですよ、うん、もうなんか覆面かもガッチグルビの、その敵がめちゃめちゃいいかっこいいキャラクターだったんですよ。敵なんですけど、敵なんだけど、あれが人間になるからです。ずるいわ。敵でめちゃめちゃかっこよくて、まあ、ビジュアルもかっこいいんですよ、うん、狼なんですけど、うん、かっこよくて、うん、人気があるやつが人間になって6人目の選手になるんです。それが玉山哲二で6人目のオーディションするってなって、で僕とその純烈のリーダー、うん、酒井っていうんですけど、うん、酒井が6人目の あのオーディションがあるんだったら、うん、僕たち行きますと、で俺相手しますとオーディション会場行って、ああで、あの俺も20人ぐらい来たんですけど、うん、その20人あのもうペラペラ の台本持って、うん、で台本も出して、うん、でセリフの掛け合いをやって、うん、で20人終わって、うん、でどうだった、うん、芝居はその時はまあまだその時18とか19だったんですよ、玉山、だからまだ芝居がすごい上手なわけじゃないんですけど、いくつその時いくつ、俺26からなんです。結構年いく、いやそうですよ、そうですよ。ああ、そうなんや。純烈のリーダーは僕の1個下なんで、だからああそう、25かが26か、そうかそうか、でまあそれぐらい、まあ、その時のあのやっぱり5、6歳いつだったら、もう子供やん、はい、うん、で、玉山哲二で芝居をやってもやっぱりこうそのなんかこう間が悪かったりとか、はいはいはい、いろいろあるじゃないですか、うん、けどもう明らかにそのビジュアルの良さとなんかこれからこれからこうなんか突き抜けていきそうなトッポさがもう玉山哲二に、もうもうバンバン出てるんですよ。玉山哲二から出てるわけや。俺玉山哲二っていうのがバンバン出てるんですよ。ああ、これはもうだから芝居ができるできないは関係ない関係ない。ああ、6人目の選手玉山でしょみたいな、絶対玉山だと思いますっつって、うん、ってなってやっぱりみんなもそう思ってたんだよね。あ、思ってたよな、うん、手は決まってか全部、けど決まったもん、まあ、そうやって言って推薦はしたものの、うん、実際一緒撮影来て、うん、あのオンエアになって、うん、人気を見るじゃないですか、うん、群を抜いて玉山が行くんですよ俺もガオレンジャーのレッドでレッド追い込まれた、ちょっとそれまでレッドやろ、はい、それまでレッドですよ。
それまでレッドで、うん、あのまあなんとなくね、うん、レッドブルーとかこうもう普通の従来のこうやってレッこう山があるんですけど、群を抜いていったんですあいつが。それまではさ6人目なんてなかったやんか。そうです、まあ、たまにあったりもしたんですけど、でもそっから急に6人とか7人ってもうシリーズの中でパターンとしてレンジャーが、はい、あそう、いやいやもうけどそうなりますよね。もうピカイチでしたもんね玉山哲司、はい、でも系統的には同じ系統じゃん。本当ですか、玉山哲司とか。本当ですか、ね、系統的には。ありがとうございます。いやいやそうやな、系統的にはたまって朝ドラ出てた子やろ。そうですそうです、マッサン、マッサンですね。マッサンやんな、マッサンです、マッサンやん。そう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 、いや系統的には全然。あ本当ですか、登るありやと思うけど。いやそれでほんならまあ1年間やろ、あれ大変らしいな。俺何回か見に行ったことある。え、その時は1年間やんか。1年間ずっとあの東映の近くにみんな泊まってた。いやいや借りとあって、あ普通の時はなんか行けない子はみたいな、あのマンション借りてるというか。それはもう最近ですね。そうそうや、最近それや言ってたね。最近それなんですよ。もう朝早いから。朝早いし夜遅いから。そうですね、まあ、遅刻もしてくる人が増えてきたんでしょうね、うん、けど僕たちの時はもう通い、もう通いです。だからもう遅刻なんかしたらもうすげえ怒られてますよ。もう朝から晩まで大泉通いやろ。だから朝だから6時に大泉集合で、うん、そっからとも群馬とか栃木に採掘所行ってどっかんどっかにやって、うん、帰ってきて全部アフレコやんな。でも全部アフレコです。後だし、あで僕たちの時までフィルムで撮ってるんですよ。あまた大変や、余計大変や。余計大変、フィルム、あのだから照明ガンガン焚いて、うん、でその時のもう技術さんなんかもうめちゃめちゃ怖いおじいちゃんだったんで。そうやな、でもスタンドインなんかもちろん絶対ないんで、もう、うん、僕たちペイペイだから、うん、ずっと立ってるんですよ。ずっと照明焚く間、あでもまあ、フィルムで回すんで何回も何回もテストやって。そうやな、無駄にできへんからな。でちょっと違うことやったらすげえ怒鳴られてさっきそんな動きしてねえだろっつって、うん、だからもう照明当たってないところに立ったら真っ黒になるんで、うん、入ってこいよっつってだからもう、もうだから全て、映画の現場とかフィルムで撮る撮影現場の、うん、イロハはそこで学びました。いやでもある意味貴重や。俺が水戸黄門行った時のフィルムが最初そうやったもん、はい、全く、はい、あの本当に平気で照明当ててくれへんもんな。全然そう、もう照明当たってないとか真っ暗ですから、ね、そう平気で。そういうこと京都の東映なんかもあったけど、それがまあ大泉の東映なわけや、はいはい、あそこでまあそういうなノウハウやって戦隊ものあれな、あのままの映像を次の年海外持ってくれんな。そうですね、 あの外国人のあれで、はい、あの顔もだから容姿も変わるんですよ。そうなんやな、けどその モチーフとなる面、うん、マスクの人たちは一緒なんですよ。皆さん知ってると思いますけど、海外行くと、それこそ白人の方、黒人の方、黄色人種なんだ、全部の人種が入るんだよね。全部の入る。必ずそういう形で、はい、アメリカとかでは人種のその、はい、今のよく問題になってるようなことで、はい、それでまた次の年やるんだよね。そうですね。はあ、顔ゴールインで撮れたらすぐ次ええ仕事来たやろ。いやだからもういやまあまあありがたいことに続きました仕事は。けどやってる最中はまだ僕たちの年ってクーガーの小田切君も、うん、まあだから頑張ってやってる最中じゃないですか。でタイムレンジャーっていう戦隊をやってた永井君とかとかは、うんうんうん、まだ出てこなかったんですよ、うんうん、僕たちが戦隊やってる時に、はいはいはい、で実際言ったら僕たちその戦隊ものっていうのはその昔で言うとまあ言葉悪いですけど砂利番って言われてたじゃないですか。ああ言ってたな、砂利番って言ってた、子供たちの番組やと。で、スーパー戦隊の登竜門、まあ男の子が主役なんですけど、うん、結局スーパー戦隊に出て売れてるのは女の子なんですよ。はあ、モモレンジャーピンクの人が大概芸能界ではなんとなく生き残ってるんですよ。おだから男の人はやっぱりあまりこうそういう感じでなんか売れてる、飛び抜けて売れてる人ってそんなにいなかったんだ。はい、いなかった。だからこれに出るとなかなか売れないであろう都市伝説みたいなのを僕が勝手に感じてたんですね。だって今はみんなあれ出たら絶対売れるぞって、みんな戦隊もんやりたいっていう役者さんがおるやん。そうですね、今も完全に通り物になったんですけど、その時はまだそれ、うん、そこまで行ってない。なんでそれが何年前ぐらいの、だから今から考えて20年前です。20年前はそうか、うん、でそれこそその純烈のリーダーとどうにかして、うん、それを払拭して、うん、食っていきたいと、うん、芸能界で生き残りたいねっていうのも常日頃やってる最中にも
こんな話をずっとやってたんですよ、彼。で、まあ、本当にガオレンジャーっていうのをもっとこう認知してもらう。で、認知をしてもらったら、ガオレンジャーは知ってるけど、やってる人たちって分かんないじゃないですか。うん、ガオレンジャーのレッドね、あ、なんとなく分かる。うん、けど、それをやってるのは、金子ドブルっていうのが浸透してないわけ。うん、はいはいはい、それをそのイコールにしたいと、はい。っていうので、どうにかして、その知名度を上げたいっていうので、一番最初にやったのは、その純烈のリーダーと、二人でマッキーをこう、ホッケに持って、うん、池袋とか、秋葉原の、そういうオタクの人たちが集うような本屋に行って、本をこう平積みになっている本をこうやって取って、あの、これ奥なんですけど、サイン書いていいですかって。で、店員さんは、うーんって言ってるんですけど、そこにいたお客さんが、書いてくださいって来て、おう、ガオレンジャーやと。あ、はいって書いて、じゃあもう買いますって、うん、って買っていくんで、うん、まあ店は嬉しいわ。たら店の人が、あ、よかったら書いてっていいですかって言って、全部書かせてもらって、今度池袋行って、池袋の本屋で、これ僕なんですけどっていうのを、そのブラックの酒井と一緒にやったりとか、あとは玉山とかがちょっと、それこそ普通の一般の仕事を、事務所の方から振ってもらって、お仕事があって、うん、出なくていいから、あの、勉強がてら、うん、あの、ついていっていいっつって玉山にね、はい、で、ついていったら、なんかトークをやってる最中に、今日なんかお友達かなんか来てますねって言ったら、あ、実はって、あの、今戦隊もののやってるガオレットとブラックが遊びに来てますとか言って、もう無理やり入るみたいなとか、あとは、それこそオールナイトニッポンになんかハガキを書いてみようとか、あと他局ですけど、うん、ズームイン朝の後ろの窓の向こう側で、うん、ジャケット着て手振ってみようとか、それやろうとしたらプロデューサーに止められましたけど、バレて、テレ朝のな、はい、そりゃそうですね、日テレに行こうとしましょう。すごいな。そんなことを常日頃ずっとやってました。イメージないわ、金子のボールのそういうイメージ、そんな前のめりか。いやいや、もう必死でしたね。だから、あと、その年っていうか、まあ、僕たちの前の年までは、後楽園のショーがね、あるんですよ、うん、まあ、夏場と冬場にこう、うんうん、2期にわたってあるんですけど、どうやっても、そういう僕とのそのブラックは、うん、まあ、仕事が欲しかったんですね。だからもう1年間拘束っていうだけで、うん、拘束やわな。もう嬉しかったですよ。もう明日も仕事があるって、うん、明後日も仕事がある、うん、ギャラが安いかもしれないけども、そのスケジュールが埋まってる幸せ感っていうのは、なるほど、もう今までもバイトして、はいはいはい、オーディション行って、うん、落ちて、もう 何やってんだろう俺はって思う日々が、うんうん、こんなに充実してる日々はないぞっていう感じが、もう1年間は拘束されてて、うん、けど撮影が終わる間際、あと2ヶ月で終わっちゃう、うん、もう分かるじゃないですか、うんうん、ってなった時に、まだ欲しい、仕事が欲しい、なんかしたいってなって、うん、決まってなかったの、その時点で次の仕事は決まってない、あ、まあ、だからちょこちょこ、その、うん、ちょっとずつはちょっとなんか入ってくるようにはなってたんですけど、うん、そんなスケジュールが埋まるほどなくて、うん、で、どうにかして仕事を欲しい、なんか稼ぎたいってなって、後楽園だけでショーをやってるじゃないですか、うん、やってるな。それをプロデューサーに言って、全国行きませんか、うん、ガオレンジャーでな、うん、どうですか。で、ちなみに単体ではどっかの遊園地とか、うんうん、そういう、子供たちが集まるようなところに行ったら、うん、単体では呼ばれるお仕事が振ってもらえてたんですよ。あ、うん、けど、まあ、それはそれで嬉しかったんですけど、うん、どうせだったら5人でヒーローショーをやった方がやりたいっていう、そのプロデューサー陣にプレゼンをかけて、うん、たら全国ツアーが僕たちの年から始まったんです。で、今もそれは続いてます。ほー、戦隊ものの全国ツアーが、それは終わった、終わって半年間、半年間やるんだ。だから1年半拘束されるんですよ、今の子たち。はあ、なるほど。で、だからそれで、とりあえずは毎週毎週土曜土日は、うん、どっか行ってとかな、どっかに行って、も全国行ってどっかで仕事をしてっていうので、まあサイン会して、サイン会してっていう